石崎テレシアはね、まあ知っていますね。あの24歳で亡くなったし、あの、ずぶん苦しみましたね。あの、体もちろん苦しんだし、あの、霊的にもすごく苦しみましたね。あの、他の死者たちが妬んで、彼女が、まあ本当に、本当の病気に患っていないと思って、ただ、わがままですから、ちっちゃな、なんか一番小さな子であるから、すごくみんなの注意が彼女に行くように、自分が中心になって病気を使ったと、病気、しかし本当に病気だった。なので、あの、彼女が本当に苦しいんだが、神様は、ちょうど今日、この福音が言った通り、誰であるかを、そしてイエス・キリストは誰であるかをということを、あの、彼女に啓示した。小さなものに、賢いもの、小さきテレジェと、ここにいらっしゃるあなたもね、あの、やっぱり、ずっと沈黙でしょ。あの、なんか、木造の家よりも、ここは静かだと思うね。静かね。そしてまあ、大変な日々はね、あの、ありますよね。あの、体のこととかね、あの、寂しさ、孤独、奥さんが亡くなって、寂しいでしょ。だから、私がそれをしか言わないね。あの、本当にこの福音、そして今日の、この祝日、小さきテレシアの姿はぴったしんじゃないんですか。まあ、キリスト者はこういうものです。あの、みんなと違って、みんなが嫌われている状態、みんな好きじゃない、みんなに逃げようとする、もう本当に忘れようとする、その状態、その十字架と言いましょうか。本当にその、この寂しさ、この孤独、この体の不自由な状態など、いろいろ、でも深いのところでは多分体の痛みあるいはの弱さよりも、ね、あのその寂しさそのもう本当になかなかね、あのなかなかね、あの難しいという状態はちょうどイエス・キリストに出会うための状態。シサケ・テレシアはね、いつも言ってた面白いよ。あなたが幻を見るでしょうってね。他の人、あなたが聖人だな。あなたが素晴らしいなと言われた時には彼女がね、いや、私が幻を見ない。なぜかというと、しかも見たくない。何も見たくない。この地上では私がキリストを見ても、マリア様を見ても、不完全なものであるから、いらないと言ってた。私が天国に行ってから見るだろう。永遠に。今ここは何ですか？地上だから、ここはもう苦しみでしょ。事実。謙遜と事実は一緒です。謙遜なものは誰ですか？その事実にいる人です。そんなに偉いではない、今の状態。何もない、慰めがものすごく少ない。あるいはキリストだけでしょ。本当にキリストだけここまで聞いて、訪問して、あなたの全て、あなたに自分の全てを与える。キリストだけ。これは、キリストは言ってます。選挙に出て悪魔が自分に従って、あるいは私たちは悪魔払いができる人々を助かるとかなど、福音の別伝えてとか、素晴らしい、すべては素晴らしい。だからキリストも喜んでいます。でしょ？教会にはこの蛇を踏む、その頭を踏む、その力が預けられているということを もちろん喜んでいます。天の国がついたという意味ですけど、弟子たち、つまりあなたに今日言ってるのは、私に今日言ってるのは何ですか？あなたの唯一の喜びは、あなたの名前は天国に書いてあるということです。永遠に神はあなたのことを忘れられないという意味。永遠に神の心にいらっしゃる。そちらに奥さんもいます。だから、すでに奥さんと一緒に今でもいます。もちろん、この地上を歩むと寂しい。この地上を歩むと話すことはできない。争うもできない。それはもう、もちろん、自分が半分になってしまった。が、その切られた半分は、捨てられたものではない。天国にいます。奥さんと。一番大切な務めである人たちの務めは、喜びの源ではありませんと、キリストが教えます。だから他の仕事は同じ。家族も一緒です。もしこの事実、あなたに刻まれたら、私に刻まれたら、悩みながら平和を保つ。希望をますます
大きくなる。でも、この秘密は、つまり、唯一の幸せは、幼子のようなもの。小さきテレシア。一番小さなもの。彼女がいつも言ってる。いや、天国行くためには、幼子のように生きる必要がある。わがままでもいい。大損でもないこと。しかし、子供が一つのこと。自分のお父さんが、幼子ね。自分のお母さんが、彼に、彼女に悪いことを与えない。その確信。だから、いくら、わがまましていても、いくら間違っていても、私たちならば、いくら罪を犯していても、御父にいつも愛されています。御父の心の中には私の名前が書いてある。つまり、もう刻まれています。永遠に刻まれていると、それはちょうどこの状態に経験することができます。すべてはいなくなった。すべては晴れた。すべてはもう終わった。過ぎ去った。すべて仕事、健康、すべてキリストだけ。彼、エゼキエルの章の一つのところに、素晴らしいことを書いてあります。参加もありますね。もし、お母さんさえも、あなたを見捨てられたら、私は決してあなたのことを忘れない。見捨てられない。毎日、毎日、ちっちゃなことにおいても、その悩みの中に、これを経験することができます。小さきテレシアはね、さっきね、手術のことでしょ。小さきテレシア知ってるかもわからないけど、小さきテレシアは、正金曜日の、朝、起きた時には血が出たと。口から。ああ、これは、肺は、もう、危ないとね、大した病気だと。分かった時には、彼女は何を考えた？ああ、鼻婿が効いた。もうそろそろ天国に行くと。そして喜びを感じました。ちょうど今の状態には、人間的な、物質的な喜びでなく、キリストとの親しみ、花婿が来てる。だから、弱さの中には、幼子の状態に戻った、やっと戻った人には、キリストの声がこだまする。キリストの声を聞いて刻まれます。あなたの名前は、永遠までに、奥さんのそばに書いてあります。天国に書いてあります。そちらに行っています。だから、ここでは、悩んだことは当然、清められる。そして、与えられた日々を小さく、テレシア、イエスの、幼子イエスのテレシアと同じように、毎日その孤独を捧げる。息子のため、息子のお母さん、奥さんのため、罪人のため、親戚のため、今日自殺しようとする人のために、その孤独を捧げること。これは私たちの務め。一番大切なこと。捧げることができるのが、やっぱり、キリストは今でも、私のうちに来るから。だから、キリストを喜んで今日も迎えましょう。この毎日毎日、無駄な日にちではない。意味のない日にちではない。何もない。誰も、誰と話さなくても、その日は宝物です。多くの人々のために、あなたの悩み、あなたの難しさを通す救われる宝物よ。何十年の後まだ小さきテレシアを祝うでしょ。あなたのこと一緒。多分、公に、教会には、ね、その祝日がないだろうと思うんだけど、本当にあなたのを通して、多くの人がキリストに出会うと、天国に行ったらわかるだろう。だからこの地上で、あなたがまだすごく大切です。本当に一番大きな務め。大きな使命が当たりますからね。キリストと一緒にそれを果たすことができます。